こんにちは、速稼塾の久保です。いやー、世の中にはね、たくさんの詐欺が溢れてますし、誤情報が渦巻いてます。それはね、別に今に始まったことじゃなくて、10年前、50年前、100年前、1000年前にもあったわけなんですよ。で、世の中には本当のことも嘘のこともまぜこぜであるわけなんですよね。じゃあなんで騙されてるのか、なんで騙されるのか、本当のこととそうじゃないことを見抜けないからなんですよね。でも見抜ける人はほとんどいないです。だから何かアクションを起こした時って、これもしかして違うかもなっていう風な前提をもとに考えなくてはいけませんよね。だからリスクヘッジってものが必要なんですよ。そしてお金をぶんどられないために大事なのは、本当に払っても大丈夫なのかなってことはよく考えること、そして自分で決めるんじゃなくて周りの人の意見も聞いてみる、もしくは払おうとしている、もしかして対象物があるんだったらすでに払った人の考えも聞いてみることですよね。で、あと一つ大事なのはね、自分で最終的に決断してお金を支払ったなら、もうね、愚痴らないことですよ。自分の見る目なんですから、それが。自分の力量に応じた支払いがあって、自分の力量に応じた、まあ、人生があるわけなんですよ。詐欺にかかろうが、インチキにかかろうが、立ち向かっていかないといけない、ね。そこにいつまでも踏みとどまっていて、次のアクションが起こせなければ、本当に丸損なんですよ。やっぱりね、成功者でも、成功してない人でも、みんな同じこと言います。騙されたことあるんですよ。じゃあね、何回騙されたら騙されるようになるんですかってことですよね。これはね、実はね、私の、まあ、友人で、同じ広島の億万長者、今ドバイにいる女性がいるんですけども、この方はね、最近も騙されたと言ってますよ。億万長者になっても騙される金額が大きくなっただけで、その日のうちに飛ばれたとかね、まあ、2億やられたって言われてましたけどね。だからね、お金を稼げるようになっても、お金のプロフェッショナルになっても、やっぱりね、詐欺られたりかもられたりはあるんですよ。金額がでかくなるだけです。ですんで、お金を稼げてない人とか、お金の素人なんてのはもっともっと騙されちゃいます。ただ騙される金額が少なくて済んでるんですよね。お金がない人とか、月収がね、10万20万の人がいきなり2億って騙されないでしょ。そもそも払うべき2億がないじゃないですか。だからね、お金持ちの方が大きくダメージを受けながらやってるんですよ。しかも累計で騙された金額を並べてみたら何十億になるかって話になりますからね、うん、だから我慢しましょうって話じゃないです。世の中には嘘もある、ダミーもある、勘違いもある、情報の錯誤もある。それはもうご存知だと思うんですよ、うん、だからね、より慎重にならなければなりませんし、人は誠実にやってる人でも嘘つきと言われるんですよ。だから誠実にやってる人も100人が100人自分の誠実さが伝わるとは思ってないんですよ。そこまでね、高慢ちきになってません。誰かにとっては自分は邪魔な存在に映るんだろうなっていうふうに、もう覚悟してるんですよ、うん、覚悟しなければこうやって放送できませんよ。で、私もおかげさまで速稼塾8年を数えるようになりました。で、速稼塾がもしね、インチキな塾だなと思ったら、どうぞ入らないでください。入った上で、これはインチキだと思うんだったら、まあ、ぜひね、インチキじゃないようにやっていきましょう。なんでインチキって思うかっていうと、速稼塾に入っても稼げないからなんですよ。じゃあなんで稼げないんですか？稼げないのは誰なんですか？私ですか？私ですか？あなたですかってことですよね。速稼塾に入って、例えば今、みんなの銀行っていうね、案件あります。速稼塾のルートじゃないところからみんなの銀行って、情報入りました、ね、他の案件もそうですよ。今やってる、この在宅 IT エンジニアの件も私の口から聞いてますよね。で、これだったらできるかもって思って参加するわけじゃないですか。しかもこれに参加するのにお金くださいってみんなの銀行って言ってます？ IT デジタル言ってます？どこでどう損するんですかってことですよね。これはね、別に自己弁護してるわけじゃなくて、どんな案件に臨む時でも騙されるのが怖いんだったら何もするなってことなんですよ。でもお金に真剣に向き合っていれば、放り投げたお金がそのまんま消えるってことも覚悟してるんですよ。いや、じゃないですかね。で、その辺の飲食店に入って牛丼食べました、500円です、まずくて金払う価値はねえよと思っても払うでしょ。で、500円のものでしたらそうやって払わなくてはいけないんですよ。金額が変わっても一緒です。だから自分には見る目がなかったと思うしかないです。それを糧に次の選択を洗練していけばいいんじゃないですかね。だから結局ね、
泣き言を言っても同じなんですよ。意図的に騙してる人は糾弾しなければなりませんよ。ずるなことをしてる人は、でも本当にそうなのかなと。例えば何かにお金を払って自分は気に入らなかった、でも他の多くの方がお金を払ってその商品やサービスを受けることによって喜びや幸せを感じれるとしたら、じゃあ間違ってるのはどっちなのかなっていうことなんですよ、ね、そして長年続いてるということはもうそれはすでにね、それが答えなんじゃないかなと思いますよね、で誰もがお金を稼げるわけじゃないっていう話になりますけども、誰もがお金を稼げるわけじゃないんですよ、ね、お金を稼いだ人しか稼げるようになってないんですよ。おかしな言い方ですけどもね。でもこれが本当に真実です。じゃあ仮にお金を稼ぐ方法が何がありますって言ったら、例えばコンビニでバイトしたらどうですかっていうアドバイスを受けてその通りにやりました。これ稼げないですかね。ね。いや、速稼塾に入って例えばですよ、お金の稼ぎ方を教えてくださいっていう中でコンビニとか牛丼屋でバイトすればいいんじゃないですかっていうこともありますよ。でもコンビニや牛丼屋ではバイトができないんですっていう事情があれば別の方法もおすすめしますし、じゃあ YouTube で稼ぎましょうっていう方法も勧めます。いや YouTube ちょっとねできないんですよって言ったら、じゃあ他の方法しましょうかっていうだけですからね。でお金の稼ぎ方は進めるんだけども、それを断ってるのは誰なんですかってことですよ。稼げる方法なのにそれをやらないのは誰なんですかってことなんですよね。だから私は稼ぐネタはたくさんありますし、稼ぐ方法はたくさん知ってます。ただ私はやってるけども、あなたはやるんですかってことなんですよ。いや、あなたがやらないんだったらどういうことですか。私が代わりに稼いで、稼いだお金をあなたにあげたり貸したりすればいいんですかって話になるじゃないですか。これはね、誰に対しても同じですよ、ね、学習塾に行っても塾の先生は勉強をよくしてるんですよ、指導できるほどに。でも自分の好みの高校や大学に行こうとしたら勉強するのは誰ですかってことですよね。塾の先生が勉強するんですか。違いますよね。生徒さんが勉強して、そして合格の点数に達するまでやったら合格するんですよ。稼ぎも稼げるまでやれば稼げるんですよ。稼げるまでやらないでしょ。みんなの銀行10万円稼ごうかなと思ったら10万円分稼げるまで100人紹介しないといけないじゃないですか。こんな分かりやすい例はないですよね。100人紹介出したけども3万円しか稼げませんでしたってことはありますか。それは詐欺ですよ。だから訴えないといけない、みんなの銀行ね。でも100人に紹介したら10万円になりました。もうまさに約束通りそうなりますよね。じゃあ誰が約束を破ってるんですかと。稼げる案件をやっていないあなたが約束を破ってるんじゃないですかってことですよね。稼ぎたい、稼がしてくださいって言って入ってきてるのに、稼いでくださいってこっちは言ってるのに稼がないあなたは何ですかってことになりますよね。まあいきなりね、いろいろとできるとは思いませんので、少しずつ積み上げて勉強はしていかないといけないかなと。特に今までお金を稼ぐことが苦手だった人はその苦手を得意にするのに 2,3 ヶ月ではなかなか難しいです。だからやっぱりね、腹を据えて半年なり1年なりがっつりやらないと稼げるようにはならないかなと思いますよね。だからね、野球部に入っても草取りの段階でやめたらどうやってホームラン打てるようになるんですかってことですよね。草取りをやってグラウンド整備をして声出しをやって基礎体力をつけて、やっと2年生とか3年生になってレギュラーに選抜されるから試合で打てるわけですよね。高校野球ですら、中学野球ですらそうなんですよ。なんでいい大人になって今日明日にでも自分がね、今まで稼げなかった人が稼げるって思っちゃうのかなっていうことなんですよ。やっぱりね、高校生だろうと中学生だろうと1年間は辛抱だと、2年目に選んでもらって3年目にやっとバッターボックスに立つんだっていうふうな覚悟で丸刈りにして1年生の時に入部するわけじゃないですか。いやーね、だからね、それをね、野球部に入ったけども試合に出れませんでした、レギュラーに選ばされませんでした、この野球部は詐欺だっていう人いますかね。まあ例えればキリがないんですけどもね、まあ、頑張っていきましょうってことですよ。お金を稼ぐ方法なんて別にネットじゃなくてもいいわけですから、ね、近所のなんか惣菜屋で時給800円で働いても稼げるじゃないですか。でそれが嫌だっていうんだったら他の方法があるわけですよ。で他の方法が思いつかないんだったら草取りだろうとね、お弁当を作って売るでもいいし、空手教室ワンパクだろうと生活保護の方もこの2月から始めてね、
この4ヶ月5ヶ月で実際に自分の力で、私はメールを送っただけでその人は自分で動いてお金を稼いでるわけですよ、うん、だからね、山ほどありますよ稼ぎ方。それをやるのかやらないのかっていうあなたの選択が求められてるんですよ、うん、私は稼げるものはどれでも上下なく全部やってきました。お金に対して真摯ですからね。アンケートサイトで1円の案件までやってます。モッピーとかね、1円の案件やってるでしょ。いや、1円の案件やってます？やらないでしょ。1円を舐めてるでしょ、やっぱり多くの人は。私は1円を舐めないんですよ。いくら口座にお金が積み上がっても、どれだけお金を稼げるようになっても、その一番原点は1円を稼ぎ続けたってことなんですよ。未だに1円を稼ぎに行ってますからね。昨日も仕事をさせてもらって稼ぎました。一昨日もです。みんなの銀行もやってます、ね、そうやって稼ぎの幅が広がっていくだけなんですよ。私も普通の人間ですからね。もっと言ったら10年前は赤字麻雀店の親父で、でたまに来るそのね筋の方にみかじめ料払ってたわけですよ。毎月5万とか赤字なのに5万払ってたわけですよまあそんなところからね、全部お金が稼げることは全部やるんだって決めた時から、まあ、私もこうなったのかなと思います。この方法は嫌だ、あの方法は苦手だっていうふうに寄り分けてる限り、お金に寄り分けられちゃいますんでね。ご用心ってことですかね。はい、まあ、ちょっとね、愚痴っぽいこと言いましたけども、伝わっていただければね、ありがたいと思います。ちょっとタイトルはね、速稼塾は詐欺ということで書いておきましたんで、速稼塾が詐欺なのかどうかはあとはあなたが判断してください。いってらっしゃい。